次、もう次行くよ、収集つかないから。うん、おいっす。はい、じゃあ次、お弁当作るのが好きって言ってたけど、じゃあお弁当の中で何が好き？あー、もうこれはな、もう欠かせないタコさんウインナーだな。もうみんな逆にお弁当の中身って何が好きなんだ？ねねはミートボール、うん、え、かわいい。いいな、ミートボール。私、柴漬けかな。柴漬けって何あるか。渋いんだよ。柴漬け、渋いんだよ。お漬物、お漬物あ、渋いね。え、ラミーは？ラミーはね、小さいハンバーグを作って入れるのが好き。あー、ぽいわ。ダミーだわ。ダミーだなー。え、かわいい、みんなもう。ぽいぽい。しば漬け以外かわいい。なんだよ、お前、しば漬けバカにすんなよ、お前。キュウリとキュウちゃんバカにすんなよ。うめえんだよ、あれ。え、おいしいね。おいしい、しば漬けもおいしいよ。おいしいよ。ほんとに。おいしいな。うん。ダメ、笑いも笑うほど眠気がやってくる。ダメ、まだ10分も経ってないよ。頑張って。え、でもあれだな、あのだし巻き卵がいないの意外だったな。卵焼きは確かに。え、卵焼きさ、甘いのとさ、だし巻きとさ、あるけどさ、どっちが好き？どっちも分かれるやつな、これ。どっちも好きだけど、私は、だし。だし？だしだな。我が家もだしだな。だし？ねんねんはね、作りたてならだしの方が好きあるけど、うんうん、あのお弁当に入ってる冷めたタイプのものは甘い方が好きあるね。あ、そうなんだ。わかるな、わかるな、うんうん、それもわかるわ。うんうん、おそらっちー。いい、やりたい。おそらっちーやりたい。おそらっちー、おそらっちー。なんでよ、だし巻き言ったやんけ。もう落ちたいな、もう落ちたい。え、ラミーはどっちなんだ？甘いのと。ラミーはもう甘いのしか作らないよ。おー、甘いな。甘いのが好き。最高。ラミーって感じだな。みんなにも作りたいな。じゃあ、はい、はい、はい。作りたい。うん。はい。じゃあ、ちょっと卵がほにゃららで、ちょっと聞きたかったけど、じゃあ、おでん何が好き？おでん！え、もう一択だろ。え、一択なの？え、若い大根しか食べない。じゃあ、せーの、せーのでいいよ。え、せーのでいくの？せーのでいこう。お、いいぞ、いいよ、いいよ。せーの、大根用事。あれ？何つってるかわかんねえよ。あれ？じゃあ、一人ずつよ、一人ずつ。うん。シシロは？大根。うん。マナちゃんは？若いも大根だな。あ、ラミーも大根なんだけど。あれ？あれ、ね、ねねは？ねねちゃんは？ねね、牛筋。こいつ、リッチだぞ。ねね、リッチだな。ねね、牛筋が好き。だから、意外と、ちょっとなんか、リアだな、リアルだな、なんか。いやちょっとやめてやー、まあ。いや、絶対言われると思ったけど、絶対ちくわって振られると思ったけど、我が家ちょっとあんまりちくわ食べないから。あ、でも、そうね、ちくわ、なんか、私もあんま食べないな、ちくわは。あ、おでんであんまりちくわ食べないかも。うん、その代わりでもね、しらたき。しらたきめっちゃ食べる。あ、美味しいな、なんかこんにゃく系美味しいよね。うん、きゅうりって言わなかった、今、誰か。え、ちくわにきゅうり。ああ、そうだ、そうだ、びっくりした。おでんに入れんのかなと思って、びっくりした。ぼちゃっ。おでんじゃないよね。びっくりした。おでんじゃないよね。あ、びっくりした。もう。